あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。あ、おはようございます、あゆなさん。お待ちしてましたよ。さあ、学校の完成式典へ向かいましょう。あ、そっか、そんなんがあったんか。おお、めっちゃ人集まっとる。皆さん、本日はお忙しい中、こうしてお集まりいただきありがとうございます。ただいまよりこのニュータウン初の公共事業で完成しました学校の開校記念式典を執り行います。ありがとうございます。ちなみに私は静江と申しまして、このニュータウン開発においてたぬきハウジング様と役所の橋渡し役をさせていただいております。そしてこちらにおられますのがたぬきハウジング様で、実際に施設のデザインを担当しておられるあゆなさんです。てか、この動物たちは一体どこから。あゆなさん、何か一言お言葉を頂戴できますか。完成おめでとう、今後ともよろしくお願いしますかな。おめでとうございますって、でも自分で作ったしね。あゆなさん、どうもありがとうございました。では式典を締めくくりたいと思いますが、皆様お手元にあれのご準備はよろしいでしょうか。なになに、クラッカーかな。ニュータウン待望の学校の開校を祝い、本校およびニュータウンのますますの発展を願いましてよーパーン。おー、ではこれにて式典はお開きとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。あゆなさん、式典お疲れ様でした。せっかくですから、これから校内もご案内させてください。めっちゃ紙吹雪飛び寄るけど。おお、誰。あ、さっき式典におった人らかな。なんかめっちゃ喋りようやけど。まあ素敵、こんな風に人がいると学校に命が宿ったように感じます。この先ニュータウンの開発が進んだり、この辺りに住まれる方が増えたら学校に通う人も増えるでしょうね。あ、そうそう、施設の中では下画面に見取り図の他に、なんだあれ、カードボタンかな、で今中にいる住民の方を確認できるんですが、カードではさらに住民の方々の施設の役割を変えたり、動物の森アミーボカードで施設にも新しい方をお招きしたりできるんですよ。よろしければいろいろお試しいただいて、住民の皆さんや施設のいろんな様子をお楽しみくださいね。では私はまた次の授業に向けた仕事がありますので、これで失礼しますね。え、ここで。アイナさんは時間が終わりでしたらゆっくり見学なさってください。それではお先に失礼いたします。これはもうすでに使われうるってことなんかな。まあ、私としたことが先生のお話を聞き逃してしまいました。まあ、もう普通に使えるってことか。すげえな。よいしょ。めっちゃ邪魔じゃない私。私の知らないことがまだまだたくさんあるんですね。とっても勉強になりますわん。キャラメル様、メガネかけとんやけど。あ、てかみんなかけとる？違う、こっちのこと、キャラメル様がかけとる。横に座った。よいしょ。シュバルツ誰、少し早いけど今日の授業は終わりなんてなるわけねえか、ガッハッハ。帽子かぶったまんまやけど、ちょっと待って、ね、めっちゃうんうんって言いながら聞きよる。すごい、よいしょ。あ、こっちから行ったら話せるかな。話せねえ。ちょ待って、これは誰。ガブリエル。先生って話すの好きなんだな。同じ話ばかりで聞き飽きたよ、じゃけん。じゃけん、広島弁みたいやね。よいしょ。先生とお話できない。ね。先生。あ、ごめん。ごめん、めっちゃ。待って、これ奥にやったらさ。ほら。宿題のプリントは明日必ず持ってきてね、にゃん。クワトロさんやん。
なんて話しようんやろ。こっちを向いてくれないかい。ごめんね、めっちゃ話しよるけど。ねえ、なんかすげえ話しよるね。ほら、なんかこんな感じ。でもこれ掃除用具入れって言って置いたけどさ、普通に中にハンガーあるロッカーだよね。勝手に開けるのは良くないな。このメダカとかは別に何ができるわけでもなく、ロッカーもなんか空きかけのとかあるけど、これは別に見れんのか。窓を閉めれた。で、この子は何？座らされてるの？クワトロ先生。あ、先生もメガネをかけている。はい、ここまででわからない人は手を挙げてね、にゃも。すげえな、教えよるね、ちゃんと。少し早いけど今日の授業は終わり、なんてなるわけねえか。ガハハ。あの子はよっぽど帰りたいらしい。ん？これはなんだ？ん？ちょっと待って。降りたいんだ。よし。これ椅子のとこに雑巾かかっとんかと思ったけど違うか。違うね。なんか、こうさ、きっちりさ、一列に4人座れるようになっとるのに、一人ここに座っとるっていう。でもちゃんと話聞きよるね。うんうんって言うるもん。多分。うん、こんな感じ。こんな感じで、ね、ちゃんと授業をやってるよ。なんか後ろ向かしちゃったけど、クワトロ先生。はい。頑張って。すごいね、自分で作ったとこがちゃんと使われよるっていうのは素晴らしい。この辺の。トムソンさん。これからこの街がどんな風に発展していくのか楽しみだね。ね、ここできたけど、あとまだほら、ここもあるし、この辺とか。おー、すげーな。あ、ここもあるね。他に何が立つのかな？あたいの好きなものばかりできたらどうしよう。超やばいじゃん。入り浸りになっちゃうよ、みかん。みかん。うん、こんな感じです。で、戻ればいいんかな。ただいま。あ、おかえり。式典はどうだった？待望のニュータウン開発がついに始まって、私も感慨深いわ。静江さんから連絡があったけど、今後は施設の建築許可がもっとスムーズに降りるだろうって。あゆなちゃん、これからさらに忙しくなりそうね。いらっしゃいませ。お客さん。すみません。表に広告が貼ってある建築条件付きの土地を購入したいのですけど。建築条件付きの土地？まあ、そうでございましたか。では、ひとまず、そちらのソファーへどうぞ。アイナちゃん、ご案内して差し上げて。なるほど。新しい学校に将来お子さんを通わせたいと。おお、早速。マミー様、これはもう運命としか言いようがない出会いですよ。なんといっても、今回お客様を担当するこちらのアユナがあの学校を設計したんですから。なんか毎回すごいプレッシャーが。え？そうなんですか？そんなすごい方に我が家も担当していただけるなんて緊張してしまいます。そんな緊張する必要なんて全然ないですから。お前が言うな。それよりマミー様、土地を買われる事情はわかりましたが、実際に住みたい家のイメージはどうです？家自体は普通に住みやすければ基本的にお任せしたいのですが、ふんふん。子供をのびのび育てたいので、お庭は遊具や自然でいっぱいにして公園みたいにできたらなぁと。どうでしょう？お願いできますでしょうか？希望イメージ、子供が遊べる庭のある家。庭。頑張ります。トン。ありがとうございます。では土地の契約をしますので、そのまま建物と庭のプランニングもよろしくお願いいたします。じゃあ、アイナちゃん、まずは土地をご提案して差し上げて。うちが取り扱っている土地の地図があるから、こっから選んでちょうだい。ほう。何？どうやって決めるのこれ。
川の近く。お、橋がかかっている。なんか選択肢があるとかいうわけではなく、どこでもなんかこういう風にできてしまうのか。どの辺がいい？なんか水の近くがいいよね。うわ、なんかすげえな。どういう感じなんだろうか。どの辺？あ、ここ綺麗かも。ね、なんか見せれないけど、あの島の部分に家を、庭狭い気がするけど、まあでもこれで、まあ素敵な土地ですね。私もここに決めてしまいます。おお、おめでとうございます。ではあとはこのアイナと直接現地でプランニングを進めましょう。それじゃあアイナちゃん、あとはよろしく頼んだわよ。今回は部屋だけじゃなく建物と庭のコーディネートもお願いね。要領は部屋のコーディネートと大きく変わらないから安心して仕事に取り組んでちょうだい。決めポーズ。てかちゃんとさ、ああいうなんか細かく選択肢が決まってないっていうのはなんか無限に可能性がありそうな。ここが新居になるんですね。写真で見たよりも実際はもっと素敵ですね。あ、ちゃんとあそこに梱包された荷物があるね。どんなお家とお庭が出来上がるのか今から待ち遠しいです。庭に置くものもああやって最低限置いてほしいものがあるのか。ちなみにあらかじめ頼んでおいた荷物がお家の中にも届いているはずなので、どちらも箱から出して飾ってくださいね。ではよろしくお願いいたします。ん、家の外観と庭をコーディネートできるようになりました。ふんふん。庭にいるときに本ボタンかなをタッチすると家の外観デザインを変更することができます。また庭には家具だけでなく、お、木で植物を植えられます。より奥深いこだわりの家づくりをお楽しみください。オッケー。子供が遊べる庭のある家。庭がちょっとねしょぼい気がするけど、お、滑り台。ん？お、すげえ。この車に乗ってきたってことか、私が。で、これが家。とりあえず家の外観を。お、すごいね。小さい、今小さい家。2階建ての家。右側大きい家。中くらい大きい。左が大きい。え、これ5ページまであるってこと？え、すごい、めっちゃあるんやけど。わらぶきの小さな家。和風。和風なの、これ。わらぶき。お、なんかね、え、子供と二人暮らしやろ？ちょっと旦那はどこにおるんかわからんけど。とりあえずなんか、そんなにでかくなくてもいいんじゃないかな。なんかこんなね、おどろおどろしいし。モダン。アラビアン。うわ、すげえ。お屋敷。お城。マルヒサシ。カントリー。あ、これでいいか。お、柵。柵が決めれる。白い柵。あ、これかわいいかな。他、これはラティス。ラティスっていうん、これ。豪華なフェンス。なんかちょっとお城みたい。赤いレンガのかっこいい。あ、うん、かわいいかも。ツタの柵。へえ。すごいよ。決めれるものがなんかすごいどんどん増えていくよ。お菓子の柵がすごいね。これにしよっかな。赤いレンガのかっこいい。んで、あとは？何これ？あ、橋。今、石の橋で、吊り橋、なんかちょっとおしょぼくなったね。メルヘン、レンガ、和風、モダン。石でいいね。うん、これはこのまんまでよくって。んで、まあ、全体的に見たら、今、見えねえ。こんな感じ。ここまでしか引けんのか。んで、あとは、ん？これは家具だね。家具。
なんか庭に置けるようなもの。乳母車。おお、すごいね。子供用のってこと。遊具がいっぱいある方がいいよね。子供が庭で遊べる家がいいと、さっき言っていたから。で、あとは？あ、植物。こういう植物が、周りにあるといいかな。赤いパンジーと青いパンジー。赤を、ポン、と置いて、どう増やすんだっけ？こう。あ、違うや。あれ？あ、こうこう。L とタッチで増やせれると。で、どの辺に？この辺？危ない。ゴミ箱に入れよった。上の画面だけ見てたら画面に、違う違う。ゴミ箱に入れるところだったわ。こういう感じ？ここに遊具いっぱいある。ベンチブランコ。砂場。花壇。花壇あるやん。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。花壇。ね、こっちの方が絶対綺麗やん。これをちょっと、消してって。で、花壇をこの辺に置いといて、で、どうしよう。滑り台。てか、これ水の方に落ちちゃうから。ちょっと動かして。なんか正面からって見たら微妙な感じに見えるけど。とりあえずこの砂場を、ポンと。おー。砂場は横向きに置けるね。で、奥に砂場にしよっか。ちょっと待ってね。こう。どうだ。こっちにも、一番奥に砂場を持ってって、で、こういう感じ。あ、でもこれ、ちょっと危ないけん。何が危ないんかは知らんけど、これぐらいにしとけば、まあ。余裕が。落ちるまでの余裕が。で、このベンチブランコ。この辺。一応これでなんかいっぱい遊具はあるけど、どう？で、おいしょ。なんかさ、洗濯物みたいななかった？ほらほらほら。物干し竿。物干し竿とかなんかこの辺でいいんじゃない？邪魔？邪魔かな？手が通れんか。この辺。あ、こんな感じ。なんかちょっと生活感。生活感。で、あとは、他、雑巾がけ？違う違う。洗濯機とかは多分中でいいと思う。あと、タオルのバスケット、オマール。うん、違う違う。こんなもんかな。あと植物をまあいろいろ置いていけば。この辺？なんかこん。でもやっぱり、あれか。なんかこの滑り台？滑り台は、おお、間違えた。自分持ち上げた。滑り台は、こう、砂場に、滑り台を滑って砂場にっていう感じの方がいいかな。なんか公園そういうとこ多いよね。なんか見た目的にあれやけど、なんかこれ角度変えれんしね。とりあえずこう、いう感じ。まあさっきと逆に、逆？まあそういう感じにして、これ、家狭いんかな？しまって、とりあえず、この洗濯物、ちょっと向き変えて、これもちょっと横にずらして、
で、家、同じメルヘンやけど、でかい方がいいんかな。うん、こっちにしよっか。見た目的に。こんな感じ。こんな感じでどうでしょう。はい。お疲れ様です、アイラさん。今どんな感じでしょうか、ダフン。完成しました。あの、お家の中も全部見ていただけないでしょうか、ダフン。あ、なるほどね。ふんふん。あ、これからお家の中に入っていけばいいってことか。じゃあまあそこは、次回に回したいと思います。はい、ということで、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと言ってくださればこちらからもフォローを返させていただきます。そしていつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこれ庭作るようになったら角度が変えれんのやね。